トムレトンです。今回は陰の強化が来たということで陰を使っていきたいと思います。で、実は陰の強化なんて全く来てないんですよ。まあ、今回の動画は新手のワンクリック詐欺で入会ありがとうございます10万円ですっていう感じなんだけど、これね、よく聞くとそうじゃないんですよ。いや、これは決して見ているみんなを泥沼にはめてやろうとか思ってるわけではないんで、まあ、やっていきますよ。まあね、どういうことが強化っていうと、これね、このゲームってフラッシュ入って眩しいってなると、なんつーの、目で手を隠すから、なんつーの、頭狙って撃っても手に当たっちゃうんだよ。だから今までの仕様だと手に当たってたんだけど、今回の仕様は手を貫通して頭に当たるようになったんですよ。まあ、だからね、火力が上がったってことでやっていきます。あのバルキリー絶対やってんだろ。ここに置くだけで確定1キル 100% 勝てる裏技とか絶対言ってんだろ。なわけねえだろ。まあでもね、こういうタイプのね、技やってくるやつはね、もうなんつーの、倒しても倒さなくても、あ、今やったわ、あぶねえとか言うからな。まあ俺がそうだしな。あれ、しないねした。あいつ絶対現地でカメラ見てんだろ。えっ、ぶねえ。あ、いなくなった。エンダーマン、お前なんでマインクラフトやってんだ。ふざけんなよ、エンダーマンすぎる。ちょっとどっか行った。上行くか。まあでもね、俺ね、分かったことがあって、みんなにね、本当なんですよって言うと信じてくれないから、みんなにね、報酬があると多分ね、信じてくれると思ったんで、まあ俺のこの技を真似するだけで簡単に東大合格。まあ、やってきます。やっていくぜ。お、かかってこい、お前。まあ、待って、これディフェンスシステムある。でもね、普通の陰だったらね、まあまあ陰があって通らないとかなるけどね、俺の陰は違うんだよ、通るんだよ。待って、怖い、飛び出しきそう。いや、これね、手前に陰投げることによってディフェンス壊せるから、みんなこれやって。少しくらいはね。お、待って、なんと飛び出しきた。まあ、ババーン。危ない、あ、やばい。いやー、危なかったー。いや、これ手前に置くだけでね、3部屋フラッシュタック裏技。これいくよ、見せて。これやばいでしょ、一気に2部屋クリアリングできる。え、なんで廊下か。絶対廊下だな、それ。外出通路おる。オッケー。まあ、俺挟まれてる。これもうまあまあピチ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 って感じだわ。いや、今の効果音に当てはめるのは別に俺汚いこと言ってないから、ご想像にお任せします。爆弾を見つけた。待って、すごいそこにいるけど、俺カンデラがない。やばい、ただのおばさんだ俺。どこだ、そこは。待って、おお、おい。まあ、ラスキルもね、俺が決めたってことにしとこう。いやいや、今すごいね、やっぱここはもう俺の指が器用だったってこと。普通じゃねえけど、ただゲームが上手いってことだね。そうだね、何言ってんのか分かんない俺、どうしよう。まあ、俺がさっきカンデラを手前にぶん投げてとつる技見せたと思うんだけど、あれ注意が必要なんですよ。あれやってる本人はディフェンスシステムを破壊した後にもう一回部屋の中にフラッシュ焚いて、おー、いい格好だぜって言いながら余裕で敵をさばきながら、俺プロゲーマーとか言いながら倒すことができるんですけど、あれね、後続の味方に迷惑がかかるんですよ。う、いきなり景色が真っ白に、これは俺が地球にいた時の景色っていう風にね、なって、いきなりね、味方が回想シーンに入ってしまうんですよ。まあ、だから、かなり後ろを見ながら、周りを見てからぶん投げた方がいいってことなんですよ。まあ、そうしないとね、ミルトンが手前に投げろって言ってから投げたんだよとか言ってメッセージ送って、もう相手から、ふざけんよよ、お前のせいで負けたんだけどとかいう風になってね、もうそいつがなんか、ミルトンが言ってたからって、そういえばあいつ言ってたわとか言いながら、俺の動画見に来て低評価押しに来ちゃうからね。だからそれはね、俺はもう気をつけたいわけなんですよ。俺はちゃんと注意したからね。だから今日低評価押しに来たやつは多分メッセージ、暴言メッセージを送りまくってね、メルトンの技をやって失敗したやつらだからな。もうそういうこと。まあでもね、もしメッセージ来たら俺の技って言わないで適当な、もう他の実況者とかね、まあ YouTuber とか、まあコット実況者でも適当に言っとけば大丈夫。行くわよ。サーバー界守ってんね、ディフェンス置いてんだろ、どうせ知ってるぜお前。爆弾を発見した。いや、待って、1個しか吸ってない。もう1回投げるわ。いや、お願い、吸って。少しくらいはね。オッケーオッケー、もう1回行くぜ。お、絶対倒せるわサーバー界。ぶっ、おならすんなお前。危ねえ、お、なんでだ、お、スモーク範囲すごすぎ。おお前ふざけんなよお前、絶対便秘だろ。
なんかさ、俺の動画のコメント欄ではさ、他の実況者の名前出しまくってさ、他のところではさ、他の名前の実況者を出すなとかさ、みんな言ってるじゃん。でもさ、なんかそういう時になんつうの、メッセージとか来て、あれメルトンの技じゃなくて誰々さんの技ですよって、そういう時に他の実況者の名前を使ってくれよ。やっぱね、そういうね、他の実況者の名前を出す時は都合のいい時に出すんですよ。まあこれがね、裏技です。はい。あとね、結構質問来るのがね、なんか本当に多いのが、メルトンさん、ランクまでイライラしないんですかって言われるんだけど、めっちゃイライラする、すごくイライラする。いやそれね、何かっていうとね、テルミットのヒートチャージあるじゃん、あれなんか餅つきされてて、やばい、このままだとヒートチャージが、わっ近い、ちょっと待って、これ逃げたい。そう、このままだとヒートチャージが焼かれてしまうってはなって、でももしかしたら餅つきがいないかもしれんとか言って、お願い壊れないでって言いながらヒートチャージ貼って壊されんのよ。もうなんかね、お願いヒートチャージやめろってね、もう毎回なってるんですよ。俺もうね、怒り狂うね、それ。餅つきしてんのにさ、確認しているって分かったら、もういない、いるわけ、いるじゃん、ずっと。お願いヒートチャージやめてってなる。あの文字まさかまだいんの？まだいたわ。お、動かねえのかよ。動けや。いや、ほんとね、そのね、なんつうの、餅つきのシステム、ほんといらない。なんかね、ソロランクね、鉄板割れる割れないがね、あるからもうね、しょうもないんだよね。レーザーサイト見えんだけど。あれ？味方の、あ、てか俺のレーザーサイト？いや違うよな。味方のレーザーサイト説あるわ。だからね、このゲーム、餅つきね、削除していいと思うわ。いらなくね、そのシステム。いや、毎回お願いヒートチャージされて、あー、ヒートチャージなくなっちゃったーってなると、もう机とかディスプレイ破壊したくなるからな。皆さんね、お願いヒートチャージはね、やめましょう。あ、待って、無理。じゃあ、死ぬ死ぬ。あれ？なんかカメラ変わった角度。何？ 2 カメ？ 1 カメ、2カメあるのこれ。あ、いいね。向こう側を押してくれてんのか。これね、多分カンデラ焚いて俺が突っ込むより。あれ？どこにいんのこれ。結構奥の部屋にいんのか。あ、なんかもう一人いるよね。あの人、ティッチが突っ込ませよ、あいつに。行く、行って。あ、いてくれてる。あ、ナイス。もう一個投げちゃう。あれ？めっちゃ奥の部屋にいない？どこにいんの？おお、そういうことですよ。まあ皆さん、ね、とりあえず、お願いヒートチャージやめてください。あ、てかまだ動画終わんねえか。はい。まあそういうことなんですよ。俺がイライラする原因はそれだから。まあでもね、なんかネチネチね、うわ、この人やっぱ、しめじゲーマーなのかーっていう風にね、まあなった方もね、多くいるんですけど、いやまあ、このマップはね、別になんつーの、割り職がいなくても活躍できるね。まあ、素晴らしくはないけど素晴らしいマップだから、まあ、これはね、好きかな。もうなんか、運河のリメイクとかあるじゃん。まあ、CG やってるやつしかわかんないと思うんだけど、もうなんか、あそことかがね、きついんだよね。もうお願いヒートチャージされると、あー、ブリ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 ってなるの。もう全ての筋肉がね、緩んでしまうんですよ。もうほんとそこがきつい。もうそれさえなければね、俺もハッピーライフ、ハッピーホームって感じ。やっぱし、絶望的に今音痴だった。もうなんか適当すぎてやばかった。今音程変え、なんつうの、音感コッパーだったわ、今。なんだそのリスキル。リスキルじゃねえのか。ま、あー、やばい、間違えて開けちゃったって感じが。いや、俺がね、潰してやるよ。俺の感じ、まあでもね、ぶっちゃけ言っちゃうとね、俺こんなね、いきり散らしてね、なんか、俺最強ですみたいな感じ、言い方しちゃってるけどね、シエジが全て分かっている人みたいな感じ言ってるけど、まあ、カンデラもね、お願い、お願いかかってみたいな感じだから。はい、やってくる。そう。今、マイク舐めたわけじゃないですよ。あぶねえ。これね、俺の上唇をね、高速タップしてるんですよ、これ。そう。俺ね、指切りできるんですよ。指切りみたいな感じできるんで。お前近いな。さあ、お前の命。あ、明かりが足りないわね。そうだよ。つってく。奥に1個投げて。これ、左と右を全部フラッシュ入れてく。待て。詰めてんな。ふっ！よっ！倒した。危ねえ。いや、裏だな。ロックしとくわ。え、発見されてる、やばい。あ、ナイス、裏やってくれた。カビすげえ。うわ、好き好きすげえ。壊したぜ。あー、レーザーサイト味方か。
アイス、うわ、ノーマットイケメン、有能すぎるわ。はい、ということでね、皆さん、お願いヒートチャージをやめましょう。で、今回何やってたかもう忘れちゃったんですけど、まあ、ということで、俺でした、バイバイ。